皆さんどうもこんにちは。アプリゲーム情報局のシーサーです。今回は鬼滅の刃公式スマホゲーム血風剣戟ロワイヤルの最新情報を公式から発表されたので、今回はそちらを皆さんに分かりやすく解説していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。今回のね動画なんですけども、7月21日に発売された V ジャンプ9月号のネタバレが含まれますのでご注意ください。購入リンクは説明欄にリンクを貼っておきたいと思いますので、興味ある方はチェックしてみてください。今回の動画のもう結論いきなり言ってしまうんですけども、アプリ配信時から登場する鬼殺隊がさらに2人追加されました。初回搭載する鬼の情報が2体公開されました。ということでこちらについて詳しく解説していきます。1つ目、新たに2人の鬼殺隊が登場しました。村田さんと尾崎さんです。ウェザー本当にありがとうございます。以上です。ありがとうございました。新作スマホゲーム情報を関連ではなくて、今僕が話した今回搭載される鬼殺隊士2人、村田さん、尾崎さんという言葉を言ったんですけど、皆さん分かりました？村田さん、尾崎さんって誰だって思った人いると思うんですよね。で、僕も最初村田さんって言ったら、あのプロ野球の横浜ベイスターズのあの村田かなってちょっと思ったりしました。もう一人の尾崎さんは、僕も最初は盗んだバイクで走り出すあの尾崎さんかなって思いました。というのは冗談で、皆さんこれまでをちょっと振り返ってみてください。これまでの初回の搭載キャラクターはかまど炭治郎や禰豆子といった主要人物なんですよね。それに加えて善逸や伊之助同期組の搭載が中心でしたよね。今回はね、ファンの方には本当に申し訳ないんですけど、今回のこの2人は地味キャラであるモブキャラなんですよね。皆さんここで気づいてほしいことが、主要人物じゃないキャラクターが今回搭載されるってことで、今後ね追加されるキャラクターの中にもっとマニアックなキャラクターが追加される可能性があるんですよ。今回は尾崎さんに注目して、今後の搭載するキャラクターも予想していきたいと思うんですけど、これまでの搭載キャラクターは生存者だったんですよ。で、今回搭載の尾崎さんはモブキャラに加えて戦死してるんですよね。そうなると、これから鱗滝さんの教え子や炭治郎の家族など搭載される可能性が出てきました。また皆さんが待ち望んでいるサイコロステーキ先輩も可能性が、今まではゼロだったんですけど、1% 以上の可能性で出てくる可能性もあるんじゃないかなって思いますよね。今回のこの尾崎さんの追加がさらなるキャラクターの搭載の可能性を生み出しているんですね。今回解禁された村田さんと尾崎さん、実はすごい能力を持ってるんです。この2人のすごい能力を紹介していきたいと思います。まず村田さんのすごいところ、国内超人気の新垣結衣や川口春奈にも負けない美髪の持ち主なんです。ちょっとふざけてるだろお前と思ったと思うんですけど、そんなことないんですよ。シャンプーの CM に選ばれるレベルのサラサラツヤツヤの黒髪がトレンドマークなんですよね。ここからがすごいんですよ。水柱富岡義勇の同期で、水の呼吸の使い手なんですよね。ただ富岡さんや炭治郎みたいに水を発生させることができないんです。そう考えると、富岡義勇と同じ同期で鬼殺隊に入って、生存率の低い鬼殺隊の中で今も長く生き残っている、そう考えるとすごい実力者ですよね。じゃあ2人目、尾崎さんのすごいところ、数少ない女性の鬼殺隊でなたぐも山で登場しました。なたぐも山の回では、多くの鬼殺隊士がルイの母親に操られます。その中の1人が尾崎さんなんですけど、操られた鬼殺隊士の中で最もはるかに強くなったのが彼女なんです。セリフでも物語ってるんですけど、ダメ、こっちに来ないで、階級が上の人を連れてきて、そうじゃないとみんな殺してしまう、炭治郎に言ったこの言葉で彼女の強さがわかると思うんですけど、操られてるとはいえ元々の能力もすごいからこそ、操られた鬼殺隊士の中でもはるかに強かったと考えられます。そう考えるとすごい実力者ですよね。2つ目の鬼の搭載キャラを説明する前に、こちらのチャンネルでは鬼滅の刃血風剣戟ロワイヤルの最新情報をお伝えしています。鬼滅の刃血風剣戟ロワイヤルの最新情報はもちろんですが、それ以外にも最新のスマホゲーム情報をこちらのチャンネルで紹介していますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ここからなんですけど、チャンネル登録してくれた方に初回搭載の鬼の情報をお伝えしていきたいと思います。チャンネル登録タイム。
ありがとうございます。ということで、二つ目行きましょう。二つ目、初回搭載の鬼が2体登場することが発表されました。これまではアプリ配信時から登場するキャラクターは、鬼殺隊士のみの情報が公開されてきました。今回は初めて鬼の搭載キャラが明らかになりました。まず最初に沼の鬼が搭載されます。炭治郎が鬼殺隊の剣士になって初めて戦った鬼になります。三体分身や沼のような異空間を作る血鬼術を使います。ゲームの仕様では沼を使ったステルス機能や分身能力はかなり強いと考えられますので、初回搭載の中では最も有能キャラになるのではないかなと予想しています。続いて搭載される鬼が境外になります。原作では鼓屋敷の主である鬼となっています。かつては鬼舞辻無惨の配下である十二鬼月だった鬼で、元下限の6になります。体に埋め込まれた鼓を打つことで部屋を回転させたり、空間を移転させたり、爪痕のような破壊攻撃をする血鬼術を使います。アニメ鬼滅の刃第1期では下限の5であるルイが最も強かったんですけど、それに匹敵するほど境外はすごく強いにもかかわらず初回搭載となっています。ということで、本日の動画のまとめなんですけど、アプリ配信時から使える鬼殺隊士2名が村田さん、尾崎さんの2名になります。続いてアプリ配信時初回から使える鬼2体は沼の鬼、境外2体になります。ということで、今回は鬼滅の刃の公式スマホゲーム鉄風剣撃ロワイヤルの最新情報をお伝えしました。新作スマホゲーム情報を関連動画で上がってますので、ぜひねこちらの動画もチェックしてみてください。またですね、毎日新作のスマホゲーム情報、事前登録情報をお伝えしますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひねスマホゲーム好きな方はぜひ小さなチャンネルも今後ともよろしくお願いします。